このようにクイクイ頭を揺らして泳ぐ魚を作ります。折り紙を裏返し半分に折り、折り筋をつけ広げます。90度回し、再び半分に折り、折り筋をつけ広げます。端を中央に合わせて折ります。反対側の端も中央に合わせて折ります。片方の端をさらに中央へ合わせて折ります。一旦広げてこの部分45度に折ります。45度にこのように折ります。こちらも45度折ります。この部分を45度により端を両側に出し、このように船の形にします。この部分が魚のヒレになります。もう少しヒレと頭っぽくするために一旦中に折り、この部分このように折り1センチほど開けます。このようにします。反対側も一旦中に折り、さらに折り返し、このようにします。さらにここが角張っているので中に折って角をなくします。これで魚の頭っぽくなりました。あとはここをへこませて背びれを出します。一旦裏返し、中央から端、この部分をこのように折ります。折ってしっかり跡をつけてください。反対側もここからここまでをこのように折って跡をつけてください。表を向けてここがへこんだのがわかります。あとはこの部分を出します。この部分は背びれの部分はこのように端を持ち上げて1センチか2センチほど出したところでしっかりと折ります。あとはこの後ろの部分をこのように広げて1センチほど広げて折ればこれで魚の完成です。あとはこの部分を尾ひれを持って前後にこのようにこすれば魚がクイッと頭を揺らします。ぜひ作ってみてください。